はい、1年です。今回はですね、恩納村にあるダイヤモンドビーチを紹介していきましょうね。ダイヤモンドビーチってのはあんまり多分みんな聞いたことないんじゃないかなと思うんですけど、今回紹介するのは恩納村にある天然のビーチですね。でここね、すごいおすすめです。穴場スポットで全然いないし、ガイドブックにもそんなに載ってる印象ないんでね、ぜひね、これ見た方行ってもらいたいなと思います。で今みたいにね、アデンの木の中をねかき分けて入っていって、出るとねすぐ抜けていくと、こう自然のね海がねバーッと広がってて、デージ綺麗ですよね、これぐらいね広くて綺麗な天然のビーチってなかなかないんでね、おすすめなんでぜひ行ってみてくださいね、はい。で人工のビーチと天然のビーチってね、イメージできると思うんですけどね、違いとしては管理されてないってことですよね。でもちろん人工だと埋め立てたりとかしてるっていう、ちゃんと整えてるよっていう感じなんですけど、天然のビーチっていうのはもう自然のままのビーチになってます。でこのダイヤモンドビーチの特徴っていうのが今見えるんですけど、砂浜がねデージ長いです。もう奥までずっと長い距離あるんでね、こんなに広いビーチは多分ねないんじゃないかなと思いますね。僕が回ってる県内の中ではね結構珍しいです、ここまで広くて。でもう一個ね特徴があって、これだけ広くて歩いて、もちろん、ね、広くて広い点のビーチってないんですけど、あとこの水平線ね見てもらった時にほとんど障害物がないんですよ、もうこんなにね綺麗にね、島とかも見えなくて、そのまま水平線がバーッと広がってる。でエメラルドの色のエメラルドグリーンの色になってる。これはねなかなかないんでね、ぜひね見てほしいなと思いますね、はい。で場所なんですけどね、ここ恩納村のお菓子御殿の裏手にあります。お菓子御殿っていうのはねお土産でね有名な紅芋タルトを作ってる会社なんですけど、そこのね工場兼店舗が恩納村にあるんですけど、そこの裏手ですね、さっきのアデの木の茂みの中から入って抜けてきたところから画像始まったと思うんですけど、それはねお菓子御殿の隣の入り口から入ったものになりますね、はい。でこのお菓子御殿ってね読谷にもあるんですけど、大型店舗っていうのは恩納村なのに1号店ができてるんですけどね、今まではね結構58号線沿いでね目立ったんですけど、今はねちょっと違うところに新しい道ができて、そこみんな通るようになったんでね、ちょっと目立ちにくいんですけど、 Google マップでね検索してもらえばすぐ行きますからね、はい、ぜひ、検索して行ってみてくださいね。いやもう綺麗ですね本当にね、これだけね長いこの砂浜があるんですけど、隣からね速道からも58号線の速道からも入れるようになってるんですよ。管理されてないんでね、もちろん入れるようになってるんですけど、お菓子御殿からね行った方が一番いいと思うんで、ちょっとねお菓子御殿のね紹介もしておきましょうね、ここのね。で多分国際通りとかでもね見たことあると思うんですけど、首里城みたいなね御殿になってる建物ありますよね、国際通りのねパレット雲寺側の方にあると思うんですけど、そこと同じような感じで もっともちろんでかいですけどね、っていうのが目印になります。でお菓子だけじゃなくてね、ここでは体験ができたりとか、あと工場見学ができたりとか、あとレストランとかカフェもあるんでね、ぜひそういった楽しみ方もしてくださいね。で営業時間っていうのが、朝の9時から18時まで、で8月と9月はね7時までもちろんですけどね、ここ閉まるとね、ここもビーチに8時までとか9時までいたらね車で出れなくなるんで、そこは注意してくださいね、はい。であと年中無休です、年中無休ね、はい。で車が駐車できるのが車80台止まる、バスも10台ぐらい入る、広いですよね。ただお菓子御殿にも遊びに来るし、ビーチにも来る人たちがいるからちょっともしかしたら混んじゃうかもしれないですね、はい。途中ですけどね、今見えてると思うんですけど、今見えてるのが世良垣の方になりますね、ハイアットが最近できたところです。砂浜もね、やっぱ人工と違って、そのまま自然のままあるところなんで、綺麗ですし、こんなだけ広いところもね珍しいですよ本当に、珍しいで途中もねうちの地元の人とかがね遊びに来たりとかしてたんですけど、僕なんかもねあんまりねダイヤモンドビーチ行こうとかってなる、聞いたことないんでね、ほとんど知らないので、こんだけ今撮影してるのも時もねほとんど人がいないっていうのはね、やっぱ珍しいビーチだなと思ってね、穴場なんでね、ぜひ行ってみてほしいなと思います、はい。で透明度も高くて、あともう一個ポイントがね、
波がねすごい穏やかだったんですよね。あの天然のビーチってね結構まあ人工のビーチとかだとちゃんとねこの波が高くなりにくいように防波堤とか作ったりとかいろいろ設計するんで波がこんな感じになるんですけど、天然のビーチだと波高いんですよ。ただここはねすごいね穏やかで、しかもこれだけ景観が良くてね、いいなっていうの、まあすごい僕も気に入ったビーチなんですね、で透明度も高くて、あとあのまあサンゴがあるんでね、透明度が高いとエメラルドグリーンの色になっていくらしいんですけど、そのね透明度が高いからこそ、まあ、エメラルドグリーン、まあ、ここのねダイヤモンドビーチももちろんそうなってるんですけど、あとねやっぱサンゴがあったりとかちょっと深くなってる場所がちゃんとあったりとかしててね、すごい綺麗な色出してますよね、まあ波の音もねすごい静かで穏やかでね良かったですよ、ここ。まあ、歩いて散歩するだけ、波打ち際で遊ぶだけでも全然楽しめるようなビーチになってると思いますので、はい、ちょっと、はい、ごめんなさい、続けましょうね、あのお菓子御殿のやつね。で、あとね、お菓子御殿のこの施設の特徴っていうのが、あのお子さんのね、まあ、サービスとかが充実してるっていうのも特徴なんですよね。で、これがあのキッズチェアあったりとか、ミルクのお湯があったりとか、離乳食の持ち込みが可能だったり、まあ、座敷もね、もちろんあったりとか、と、授乳室があったりおむつ替えスペースがあったりとかっていう感じで、やっぱ家族でね来て楽しめるっていうような施設になってるんですよね。でこのね、まあこれたまたまだと思うんですけどね、やっぱビーチも家族連れが楽しめるようになってますっていうのは、まあがっつり泳いだりとかやっぱできないんですよね。あの人工のビーチと違ってちゃんと監視がいたりとか防護ネットがあるとかではないんで、やっぱりどちらかというと散歩したりとか、あとまあねこれだけ砂浜が長いんで、あの途中途中でブルーシート引いてちょっとゆっくりしたりとか、あと後からも出てきますけど、このね干潮の時の岩場とかで魚見れたりとかするんで、そういうなんて言うんだろうな、まあ泳ぐっていうよりはどちらかっていうと、まあ、まったり楽しむみたいな感じのビーチになってるんでマッチしてますよね。だからまあぜひねお菓子御殿も遊びに行きながら家族連れの人たちをダイヤモンドビーチも楽しんでほしいなと思いますね。さっきもちょっとあったんですけど、まあ、注意点というかね、あの人工のビーチとやっぱ天然のビーチってね、やっぱ一番の違いっていうのが、まあ、管理されてないっていうところも、まあ、もちろん管理されてないからこそなんですけど、防護ネット、クラゲが入ってこないようにするネットだったりとか、あと監視の人とかっていう感じで、遊泳区域区域ってねちゃんと監視して何かあったらすぐ対応するみたいな感じになってないんで、やっぱここで泳ぐっていうのはね、まあ、沖まで行ったりとかするとちょっとやっぱ危ないです。まあ、お子さんと一緒に泳いでたりとかね、あとシュノーケリングをするとか、まあ、沖まで行ったりとかするっていうのはね、ほんと十分気をつけてくださいね。もう本当に何かあったらね、絶対まあ、すぐ見つけられることも、確率も下がりますしね、病院にこっから行くっていうのもね、結構大変なことなんで、ちょっと気をつけた方がいいなと思います。で、もう一個ね、気をつけるって言ったら、ちょっとちっちゃいことではありますけどね、天然のビーチってね、やっぱね、砂浜も、にもね、サンゴのかけらとかいっぱい、外からも見えますけどね、いっぱい打ち上げられてくるんですよ。だからここもね岩も多いし、歩くだけでもねちょっともしかしたら怪我するかもしれないんで、裸足ではやっぱ歩かんでね、ちゃんとサンダル、あと靴ね持ってくるっていうのと、あとパラソルとかそういうのの貸し出し全くないです。なので日陰がないんでね、十分に、ちょっと日傘とかを持ってくるっていうのも一つかもしれないし、あとはまあちょっと木陰があるんでね、草のね木の下とかがあるので、そこで休んでもらいながら、やっぱ水分補給ねちゃんとしてもらえればなと思うので、そこがですかね注意点っていうのね。はい、で楽しみ方としてはね、やっぱりねここは家族で来た方々が一番楽しめるようなスポットになってると僕は思います。っていうのも、お菓子御殿もやっぱり家族で来たらいっぱい楽しめますよね。ベニーもタルト作りだったりとか工場見学とか、あとまあもちろんレストランカフェもあって、試食してからねお土産選んだりとかもできるような施設があって、その裏手ではねすごい長い砂浜があって、そこ散歩しながらちょっと途中途中の木陰とかに寄りながらね、でそれで今も見えてますけど、こういう波が干潮になってくるとね、こう岩が出てくるんで、そこの間にね水たまりがいっぱいできてるんですよ。そこに、まあ、自然の生き物、魚、まあ、自然な生き物ですよね、魚とか、あとカニとかね、あとナマコ、沖縄でしかナマコとか見ないでしょ、結構いるんですよ。
だそういうの見れたりとかするんで、それを子供と一緒に見たりとかしてね、そういう楽しめるっていうのがあるので、やっぱり泳いでね、シュノーケリングショーがスターとかだったらね、やっぱりね、ちょっとやっぱ管理されてるところの方が安心もできるし、うん、ちょっとね、どうしてもまあ事故とかあったら大変なんでね、波打ち際で、しかも波も高くないしね、こうやってちっちゃいお子さんでも本当にね、パシャパシャ楽しめると思いますよ、うん、これだとね。でまあ、もうこの辺りになってくると本当に波もね、すごい穏やかになってるんで、うん、ここはもう家族で楽しめるスポット、あとは、まあ、ゆっくりね、過ごしてもらいたいなと思います。でここが、このね、東シナ海側っていうのは夕日も綺麗なので、夕方来るっていうのも一つかもしれないです。もう今回はお昼のね、お昼前、午前中に来たんですけれども、夕日を見るっていうのもね、ここスポットにはなると思うんでね、ぜひね、恩納村近くに住んホテル泊まるんだったら、この辺りでね、夕日見るっていうのもいいかなと思います。昔のね、レストランとかね、はい、という形ですね。まあ、今回以上になります。はい、結構ね、今までは人工のビーチ、特に中南部のね、人工のビーチっていうのを紹介してたんですけど、今回からね、このダイヤモンドビーチからはね、天然のビーチを紹介していこうと思ってね、一番最初はまあ、穴場スポット。結構うちなんちも知らないし、ガイドブックに載ってないようなビーチをね、紹介しましたので、最後まで見ていただいて雰囲気もつかんだと思うんでね、ぜひね、次回の沖縄旅行の参考にしてほしいなと思います。はい。ではまた、次の動画で会いましょう。